7月6日日曜日、夜酒を飲みに行った。久しぶりに飲んだのでかなり酔っ払った。途中なんやかんやで熊本キリンの桐畑くんに生尻顔面騎乗していたら近くにいた別のグループのお客さんの一人の女性が立ち上がってこっちに来てサインをくださいって言われたのでサインした。木畑くんはその間ワプワプって言っていた。あのね、こうタレントのその傲慢度合いっていうのはいろいろトークの端々に出るっていうのは僕の持論なんですけども、だからよくね、結構可愛いアイドルの子とかがサインの話をしてる時に、あのサインしてあげたっていう言い方をすることがあのを耳にすると、なるほどね、それぐらい鼻は伸びてるのねっていうコミックボンの途中ぐらいにあるモリモリ増大っていうチラシみたいな感じには今なってんのねっていうのを、すごい俺割と高校生ぐらいの時からそのサインしてあげた発言みたいのとかあの気になって、でそのだからこう自分でこう言い回しを気をつけるから、割とこうサインくださいってあの言ってもらった時とかの話をするのがまあ苦手なんですけども、まあ僕ぐらいの有名芸能人になるとそんなこともよくありますよ。当然ね、ね、サインくださいサインくださいですよ、それはね。でその昨日その日曜日の秘密基地って TBS やってる番組終わった後に飲み行ったんですよ。でゲストがあのアンタッチャブルとそれからあの熊本キリンだったから、まあそれも一緒にこうやってみんな伸びて、で途中ねちょっとなんだかんだあって、でまああの下半身すっぱらかで顔面騎乗になったんだけれども、なんだかんだもう少し細かく言った方がトークってのは流れるね。それはすごいわかる。途中マグロのかぶと焼きを食べた後いろいろあってあの顔面騎乗をすることになったんです。こうしないといけねえみたいなことになったんで、マグロのかぶと焼き、俺マグロのかぶと焼きのなんかこうよくあるさ、目の裏のところにあるトロッとしたところが体にいいんだよなんて言ってね、それで言って、でもここ脂っこすぎますよ、だからそこが脂っこいからそこはあのお醤油じゃなくてあのおろしポン酢で食べんだよなんてのがあって、でしばらく経ったら、顔面騎乗になったんですよ、ね、なんかまたさ TBS の人の仕切りで飲みに行くのはやだね。あの場所が赤坂になるでしょ。で赤坂のさ、しかもさ、なんかこう業界人とかがあの居酒屋なんだよ、居酒屋なんだけどちょっと業界人が行きそうな感じの居酒屋なんですよ。なんかわかんないけど何々店とかないやつね、わかんないけどきちんと修行しましたみたいな店になるじゃないですか。だからどっちかっていうとね、あの顔面騎乗に向かないお店に連れてかれることがすごく多いわけですよ。なんかね、あの顔面騎乗お断りな感じすごい出てるわけですよ。でもね、やっぱそこはね流れでそうなっちゃったから、あのじゃあちょっと顔面騎乗だなって言って、まあおそらく酔っ払ったらあんまり自分のもよくわかりませんけれども、前のスペシャルウィークで罰ゲームとはいえ、熊本県の桐畑が俺の顔の上に生毛と乗っけたのが許せないみたいな話からだと思うんですけども、ほんでもうおだってだけどね、人に迷惑かけていいと思ってるわけじゃないから、ちゃんとそのお品書きとか見たら顔面騎乗できませんとは書いてないんだ。だから当店の天ぷらは塩でお召し上がりくださいとは書いてあったけども、当店の天ぷらを頼んだ方は顔面騎乗しないでくださいとは書いてないから、あじゃあそれはいいんじゃねえかなと思ってやったまでなんですよ。なんかなんだけど、その気乗っててさ、ね、まあちょいとした竹豊か気取りですよ僕も。ね、ムンロですよムンロ。あのごめん、俺ダービーとかそういう知識ダビスタに出てきたやつしかわからないから、ムンロって言ったよねムンロね。なんかムンロがやったら俺の馬の足を敬遠にしたのだけ覚えてるけれども、ムンロがしたんじゃなくて俺がしたんだろうって話です。けれども、まあまあ休みなく乗せ続けましたからね。まあそんでね、やっててもうその状況ではギャーなってるわけですよ。でこう、ビデオでさ、こうビデオとか
映画とかでさ、こういうその動いてる風景を撮るとさ、大体映画で24コマ、ビデオで、まあ、30コマないし60コマで撮れてるわけだけども、大体そのうちの59コマ酔っ払ってんだけど、その1コマぐらい冷静なとこはあるわけですよ。僕の場合はそういう感じで来るんですよ。冷静っていうのは長い間酔っ払ってちょっと冷静とかじゃないんですよ。酔っ払い冷静、酔っ払い冷静が酔っ払い酔っ払い酔っ払い冷静、酔っ払い酔っ払い酔っ払い冷静みたいになってくるんですよ。でいてね、しばらくその一応座敷にはなってた、座敷でそこ囲まれてたんだけど、その囲まれた座敷のすぐ横にいる4人ぐらいの OL がすっごい静かに飲んでるのは分かってた。ほんで申し訳ないと、だって赤坂でさ、OL さんが仕事のさ、しかも日曜日出勤でしょ、昨日日曜日ですから、日曜出勤でさ、お友達同士で集まってさ、あの深刻な表情だと、落ち着いたそういう居酒屋に来てね、なんかこう大事な話をしてるのかなっていう感じがしてたから、悪いなと思ってたけど、だけど顔面騎乗は譲れないじゃんっていう感じになってたんで、もうだってここまでなってるのに顔面騎乗しないっていうことはもうよりまずいよっていう意見も出てて、ほんでちょうど桐畑の顔の上にドカーンって腰を下ろして、こうじゃこうじゃってなってる時ですよ、なってる時ですよ。大欅の前を越えた頃ですよね、そういう意味じゃ。合ってる競馬知識として。東京競馬場、府中競馬場。大欅の前を越えたあたりのとこで、一人の女の人が、飲んでたビールグラスみたいのスターンってやって立ち上がったから、ああ怒られるって思ったんですよね。女性が直来るか、お店の人経由で怒られるのか、どっちかだなと、俺の兜焼きでこれは完全にと思ったんですよ。なんかもうあいつのいいもの静かな、あの職人っていう加入店員さんに女の人がこうちょっとかなんか言ってね、したら向こうの方で大きいその何マグロの解体用の包丁を持ってきて、俺の首をスパーンこの目の裏のところのどこがいいんですよみたいな言うかなみたいな思ったら、チカ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 ってきて、うわこれ直怒りだ。でもこれもやっぱり顔面騎乗って意外に面白いな面白いな面白いな、うわ来てる面白いな面白いなんですよ。それでしたら何言うかと思ったら、あのファンなんです、サインくださいって言うんですよ。お前バカじゃねえのと俺に言わせれば、今継続でファンなわけねえじゃんって話ですよ。そんなのお前今は分かる、その入り口に俺が入ってきた時にファンだったらそれはありがとうだよ、それはファンかもしれないけれども、それはもうましてお綺麗な女の人ですしありがとうだけれども、今この状況でいる俺を見てもまだファンを続けてるとすれば、なんつったらいいのかな、お前が信用できないよ。俺だったらファンにならねえもん絶対。ねやっぱりね、最初に振ったりする傲慢、タレントの傲慢さがにじみ出たトークで言うならば、サインをこうもらう側にもあれですよ、なんてその TPO を判断してもらえっていう最悪のケースなわけですよ。だってね、サインしてその後またサインしてくださいとはサインしてんじゃんか、桐畑ルドルフにまたがった、ね、ダート馬にまたがったままですよ、またがったまま生ゲツでまたがってるままサインした後に なんだっけ小学校の高学年の時に日本放送のラジオ聞いてましたみたいな広げトークみたいなの始めてるのその後トークしてたら桐畑が死んじゃうわけだよ、桐畑が横不良になっちゃうわけだよ、だ息ができないもん、息だもう下の方で一番最初に俺がサインしてた頃にはワプーワプーっつってた、ワプーもなくなってんだよ、もうだからかなり大変なことになってるわけよ、もうあそこでやめてもハの字にはなってる感じのところなんだけど、だからもうダビスタしか知らないからそれはいいけど、その状況の中でちょっと軽いトークなんかして「どうも」なんつって言っちゃった。いや今まで何度かそういう「お前がサインください」なんて言われたら、それだけでありがたがりやがれこの豚面野郎って思われてるのはすごい承知の上に言っとくと、そういう無礼者はたまにいるんだよね。めちゃめちゃこっそりエロ DVD 買ってる時に、しかも僕はもう未だにそれは儀式的なものとしてエロ DVD とかを買う時に、これはあくまで資料で買ってますよってスタンスをこう絶対つけるために必ず領収書をもらうんですよ。それも必ず TBS ラジオとか
日本実業者出版様でもらうことにしてるんですよ。あのそうしすることで、あでそれで堂々ともらうことで、あの人は資料で買ってるみたいなことをあのアピールするために僕はやってる。これはもう儀礼的なものとして、あのやってるんですけど、もうそのもうって言ってわかんねえけど、もう何にもバレてねえなみたいな感じで、向こうレジのあんちゃんが全然バレてねえ雰囲気で、ずっとそのお金のやり取り終わった後に、あちょっといいですかとドキッとするんじゃん、こっちだって。でちょっとほらこっちだってもう LDVD を6枚万引きしちゃってるから、ドキッとするじゃんか。ドキッとしたら、あのいいじゃん、サインくださいって言うんだよね。それさ、あのさっきまでのお前の俺に触れないプロ意識はどこ行ったんだみたいな感じね。もうなんか俺はお前が過去、しかもそこなんか過去3回ぐらい行ってるわけですよ。過去3回ぐらい行ってるから、あのその間に一番最初は俺もあのそこは俺自意識過剰病だから、割とソフトなものから借りてくじゃないですか。で、最初のうちはなんかこういわゆる女優系みたいなやつ借りてくでしょ。いわゆる今流行ってんだからしょうがねえなみたいなやつを借りてくじゃないですか。でもここはその辺のプロ意識しっかりしてるか、もしくは俺バレてない、顔がバレてないところだからいいやと思って、最後の方は馬と私とか借りてくもう借りてる、買ってるでしょ、ね、購入してるでしょ。あともしくはあの、2回目ぐらいの時にもここは大丈夫意識があるから、店員さんにすいません、こういうやつでちゃんと 5.1 チャンネルのサラウンドの音声があるんですかねみたいな、ものすごい音質まで気にする人みたいなことまでさらけ出してにもかかわらず、なんでお前3日目の今日にしてそんなだよみたいな最低のパターンとかあるんですよね。店に半ですかね。あこの間あれもあったよ。なんか俺があのまたあの秋葉原の部品屋さんでわけわかんないさ、あの部品をたまに買うやんで、俺がそこで遊びに使おうと思って CCD カメラを買ったのは、もう今から6、7年前ぐらいなんですよ。6、7年前ぐらいの時にそこのお店の人に急にサインしてってよって言われて、秋葉原の割とガード下の方にあるお店で、サインしたさ。したらそれがこの間、北朝鮮のスパイたちはどこでそういうハイテク受信機とかの部品を購入してるかみたいなビデオがあって、あテレビのニュースやってて、そこのところにお店全部モザイクかかってるのに、俺のサインだけモザイクがかかってないで置いてあるんだよ。ああいう飾り方とかもちょっと迷惑っていうか、俺の中ですごいブルーになるじゃん。なんか今そのくくりで、またってその店の親父が唯一そのそういう系の店でインタビューを受ける親父らしくて、3年ぐらい前にもいわゆるこう盗撮ビデオとか撮るやつはどういうところで部品を買ってるのかの時も、おっさんと店はモザイクだけど俺のサイン色紙丸々出てる形で、あのインタビュー答えられたりとかしてるわけですよ。でまたそのちょっと話戻るが、お酒飲んでて俺が顔面騎乗してる時の、あのその、ちょっと酔っ払い気味だけどもファンですって言ってくれた OL さんね、サメール撮っていいですかとか言ってんの、ね、言いわけないじゃんそんなのね。どう考えても友達とかに昨日伊集院に会ったのって言って見せるわけでしょ、そのサメールは。どう考えたってね、その時に角度的にはだって俺はいいよ、俺が OK したんだから俺の肖像権はまあいいわな、もう桐畑くんの OK が取れてないでしょ俺のふぐり下で白目向いてるわけだから、あの桐畑くんの肖像権が全然クリアされてないから取れないっつうのにね。ね、そんなこんなですよ。だから道で出会って伊集院光さんにあのサインくださいって言ったにもかかわらず、なんかすっげえ態度悪くて断った、あいついや今はとかつってくれなかった体験とかすっごいあると思うんですよ。その時は俺何らかの事情を含んでますからね、はっきり言ってね。うんこを漏らしそうな時まではサインはしますだそれ以降の時はしてないですよ何度かありますからね、そういう時っていうのはありますから、やばいやばいみたいな、あのいわゆるすごいその何あのゲートがすげえ開きそうになってる、魔物が出そうになってる時まではありがとうございますってサインしますけども、あのあともう魔物に支配されちゃっててもう国境もクソもねえよみたいな状況になっちゃってる時にはさすがに僕も仏頂面でサインしねえみたいなことはありますから、まああとはですね単に嫌な時もしないですね、もう言っちゃってしょうがねえ